どうも、七夕ライブ、イエイイエイイエイということで、夏の歌とか星の歌とか月の歌とか海の歌とかそんなことを考えて選曲してまいりました。曲目は夏時間をお送りさせていただきます。よろしくお願いします。
こギターに弾けるって言ったら、こんな感じかね、あ、それいいねということで、それから何か毎年やってるような気がしますが、聞いてください。あれやこれやいっぱい欲しいね。Oh,
どうもありがとうございます。ビーチサイドソング聴いていただきました。違う。まだ言うか。次の日は、他人の関係とどういうのかな。アナザーコネクション。アナザーピープル。そう。コン、コン。ちょっと、まずい。ということで、3月の前回、トムと3月に東広島くぐり持ってメグちゃんの卒業ライブに出させていただいて、その時にこの曲を他人の関係をやりました。で、歌詞がすごく際どい、セクシーな歌詞なんですよっていう話をしてたら、作詞をされた有馬美恵子さん4月に亡くなられてしまいました。この他人の関係、歌詞もすごいんですけど、他にも小指の思い出とか、南沙織の曲とか、ものすごくカープの曲も作詞されていて、すごい聴き直して、見るとなんか深いなと、大人の歌詞だな、そんな曲もお届けしたいと思います。じゃあ、トムのまたギターのイントロコースでお送りします。他人の関係。戻して
他人の関係聞いていただきました。ありがとうございました。次の曲は、本日サンバタライフウィーク最後の曲となりました。本当にここでいつも、もう何回出してもらったかな、トムとやっているのを、ホッシーとやらせてもらうときがあったんですけど、その時も必ずこの曲を、出してもらってました。だったのに逃げちゃったね。次の曲ね、路面電車って英語で撮るんじゃないかと思って考えよかったギターのトムが書きました。路面電車の街でいつも歌わせてもらってます。最後に今日もこの曲を歌ってビール飲みたいと思います。今日出演の皆さんね、素晴らしい演奏でした。どうもありがとうございました。マスター、今日もお世話になりました。ありがとうございました。ということで、あ、そう、告知を7月20日別々のところで、やることになってました。トムがサイちゃんと目を止まってる違う夫婦デュオ、素晴らしい綺麗な歌声が聞けます。レクト夜の本番会、二人で演奏されます。よろしかったらぜひお聞きに2回ステージで、ね、2ステージます。検索したらすぐ出てきます。ぜひ私の方はですね、なびきジャンクションプレゼンツ、新しいお店が夜間堀にできました。そこで、ここでもおなじみのマジシャンのサポピ、すっごい楽しいマジックをしてくれるサポピと、お二人はクレオパトラっていうので、クレオの方らしいですけど、コメディアン、女芸人、まだお会いしないような方が、それと僕のスワピーカーバンドのハーモニカの横田はじめて僕の弾き語りでやろうと思います、一緒にやる人がそういう人たちなので、なんか僕も面白いことするけどかなと思ってちょっとプレッシャーになってます。もし欲しかったら、どちらかお越しいただければと思います。今日は本当にありがとうございました。ごめんなさい。あなたと歩んだあの
Yeah.